慎太郎さん、お疲れ様です。よし。最近は調子はいかがですか？調子は、まあいいね。いい。麻雀の調子ね。麻雀の調子。麻雀の調子はいい。競輪の調子は、阪神と比べると、慎太郎さんの競輪どっちの方が調子いい？ああ、それはもうタイガースの方がいいね。タイガースの方がいいですか？タイガースいいじゃない、最近。今3連敗してます。あ、その直近はあれだけどね、今年トータルで見たら、やっぱり強い阪神だなっていう感じがしますね。確かにまだ2位ですね。そうですね。まあでも、うん、ずっとやっぱりトップを走り続けていくっていうのは難しいことですよね。うん。いや、巨人がね、やっぱりね、力溜めてるもんね、まだね。まだ足溜めてます、ね。溜めてる。足全然サラ足だもん、まだ。ちょっと阪神足使ってるもんね。広島はどうですか？今1位ですけど。まあやっぱ広島よりもジャイアンツの方がちょっと今後怖いんじゃないですか。どうですか？どう思います？まあ、まずはでもこの交流戦パ・リーグ相手にどう乗り越えられるかなっていうのがやっぱ一番セ・リーグは課題かなって毎日思います、ね、なるほど。ちょっとねパ・リーグ強いからね。強いです、ね、はい。まあ俺自身の調子といえば、はい、その絶好調とはいかないですけど、まあ、気持ちは全然まだ高ぶってますし、これからどんどん上積みしていきたいなっていう気持ちになってるんで、まあなんていうかね、さらに強くなっていきたいなと思っています。今回新田選手が復帰ということで、まあ、心待ちにしてたんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、やっぱり新田との連携っていうのはね、すごく安心感もありますし、まあ、その一方でね、ちょっと怖さもあるんですけどね、この3ヶ月休んでどこまで強くなってきてるのかっていう、そういうちょっと俺の中にビビりはありますけどまあ頼もしいですね。いつもビビりとか不安な感じをいつもコメントされますもん、新田選手につくときは。いや、夢見るからね、本当にちぎれない夢とか。ちぎれちゃまず本当ダメなんで、本当に怖い恐ろしいダッシュ力持ってますから、そこをちょっと気を引き締めていきたいなと。まあね、連携する機会が今回もあると思うんでね。はい。初日は、どういった？初日はね、町田の後ろ誰もいないってことなんで、そこに行こうと思います。連携は初めてですか？初めてですね。本当強いレース見てますしね、楽しみでありますね。今回は4日間過ごす中、何か本とか？今回はね、ちょっと本買ってきましたよ。はい。何を買ったんですか？あれですよ、今都知事選が始まるってことで、はい、玉上さんの本をちょっと1冊持ってきました。それはもう1日、4日間で読めるような本なんですか？まあまあそうですね、4日間で読み切ろうかなと思ってますね。はい。では最後に意気込みをよろしくお願いします。限界？気のせいだよ。